電話切りました。こんばんは。どこ行っちゃった？何しよう。なんか本当は歌歌いたいんだけどさ、iPad でやってるからイヤホンが出せないんだよね。そう、これパジャマ、この黒い服を着るとほんとキナちゃんの毛がめちゃくちゃつく。歌聞きたい？じゃあリクエストください。48の曲しか歌えないけど。と言いつつさ、歌ってるけどね。しれっと。今から出張公演見に行ってきます。おお、行ってらっしゃい、楽しんで。静岡。スタバ。何回も通っているのに、今まで気づかなかった。こんなところに咲いていた。スタンドアップやばい。みちるスタンドアップじわ。アイビー、ふるさとの全てが焼かれ、逃げ惑っても。やばい、もう忘れてるわ歌詞。ふるさとの全てが焼かれ、逃げ惑っても。アイビー、人々が赤い血流し泣き叫んでも。 I will、 ミサイルが降り注ぎ空を覆っても。 I will、 ソルジャーが国境を越えてやってきても。なんかエコー欲しいな、エコー。ハングリーライオン、歌詞わかんない。大人になったらここにおいでよ、一緒に踊ろう、みんなで踊ろうだっけ。てて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 、秘密のその、お腹空かせたライオンのように、本能のままに獲物追い詰めたらガツガツ愛を食らうよ。お腹空かせたライオンのように。髪の毛明るくなったよね。美容院行ってないんで明るいです。てて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 、この音は、もうなんかすかせたライオンのように、そのままに獲物を追い詰めて。きなちゃんかわいい。赤ちゃん、きなちゃんももうすぐ美容院行きます。トリミング。獲物を追い詰めたらガツガツ愛を食らう。すごい一点見つめてた。
大人になったらここにおいでよ。かわいいですね、今日も。きなちゃん、なんかリクエストしてよ。歌ってほしい歌ない？きなちゃん、きなちゃんが好きな歌。授業中もなんとなくあなたのこと考えてしまう。鉛筆が横顔を落書きするように、他のクラスの男子なのに。気になったのはいつからだろう。すれ違うその度にギュンとするのよ。窓の向こうには青空、目を細めながら眺めて、心に迷い込んだあなたを思ってた。校庭の片隅、くろみちゃん、一匹のきなちゃん、教室を見上げて誰かを探している。もし言葉しゃべったら何を話すのだろう。恋はどこからかやってきて自覚をさまようものね。今のは校庭のきなちゃん、校庭のきなちゃん。校庭のきなちゃん、きなちゃん、なんだっけ。先生から当てられた時、ちんぷんかんぷん答えられなくて、アンビリバブル呆れられた。集中しなさい、サインコサイン、タンジェントよりときめいている胸の奥の、その答え知りたいだけ。不安の空になる。体育の授業の生徒は誰も無関心みたいで、なんだっけ、小さな訪問者に声さえかけないね。できるならかけより、この手に抱きしめて、頭を撫でながら。きなこラブ。歩いて帰る学校の帰り道、今日も発見、チデデデデデデ、あなたを見るとごめんごめんごめん、やだねやだね、この歌やだね。校庭のきなちゃんはいいけど、きなごラブはやだね。あなたを見ると嫌なの？胸がときめいてる、バスケ部のきなちゃん、
みがちな私にどうかチャンスください。先輩のことだけを研究ね、こっち見てよどんなそんな怒んなくてもいいじゃん。時でも嫌だね。ごめんごめん。って何がいい？ひなちゃんラブは嫌だ。嫌だ。あ、きなちゃんロバーなんだっけ。カーテンが風に揺れて、青空が物欲しげに見える、見える。午後から古文の授業は眠くなってしまうよ。朝日なんだっけ。ててててててて、君のことが気になるんだ。振り向いてくれたらもう少し頑張れるのに。願ってみる教室の片隅で恋をしてる。そばにいても遠くの人、ゆっくりと過ぎてゆくハートの針、変わらないこの距離に切なくなる。もどかしい窓際ラバン。こっち見てよどんな時でも考えちゃうの。誰が好き？私からずっとぐるぐる。私の気持ち嫌じゃないかな。言葉遣い気をつけて話しかけようかな。きなこラブ。これね、あのね、怒ってんじゃないんだよね。遊んでって言ってんだよね。怒ってないです、これは。遊んでほしくてやってる。部活帰りで油断していた、汗にまみれたジャージの上下、商店街で買ったコロッケ、ハーフハーフハーフって頬張ってた。不意に誰かから声をかけられて振り返った、その瞬間、お前がだってだってあなたがいた。よりによってこんな状況で、だってだって女の子らも可愛い私で会いたかったのに。かわいい。
おー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 おおおあはいはいはいどうぞどうぞほほえみのポジティブシンキング1回しかやったことないんだよね希望よ私を連れてってさあ未来のどこかへそっと目を閉じているから違うの諦めはしないどんな時も頑張れ微笑みの微笑みが戻るまで微笑みの夜明けまでポジティブシンキング家族や友達にさえ相談できないような相談できないようななんか違うのタタ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 悩む時も悩むことも時々あるてて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 歌ったことないからそこ心の窓はシャッター閉め切って空にこもってでででで考え方ででほんの少し変えようじゃんじゃん希望よ違うな光よ地面照らしてよわかんないあのゼロポジ公演ゼロポジライブで一回やっただけなんですよちょっとごめんなさい歌えなかったですキスポジションキスポジションってなんだっけ最初沈まで待ちきれずに海に来た人影のない5月の砂浜波打ち際指の先で触れてみた声上げるほどまだ冷たかったあ、今日のおすすめセトリ歌っていいよなんだっけ今日あかねちゃんシリーズにした気がするんだけどコスモスの記憶いいね好き晴れ渡る秋の空自転車を走らせた国道の脇の道あと5分間に合うかななんだっけ月あたりのあの家まで引っ越しすると聞かされ僕は平気な顔で元気でなってどうでもいいふりをしてたコスモスの花はどこか寂しく見える何も言わずに揺れて季節見送るだけさ薄紅の記憶は心の片隅でもういなくなる君の微笑みじゃんじゃんじゃんうん
にちは。こんにちは。あ、座ってくれんの？ラムネの飲み方。それでは聞いてください。ラムネの飲み方。君が今日も休みだって誰かから聞いて心配になったんだ。風邪ならしょうがないけど他に、あ、いなくなっちゃった。わけがありそうで先週会った時にどこか君らしくなかった。はしゃぎ方も笑顔も無理をしてる気がした。じゃあ一気にラムネを飲めないだろう。もっともっとゆっくり飲めばいい。まあまあ真っ青な空見上げながら瓶のビー玉落ちて一休み。心の泡が苦しいなら息をついてごらん。続きまして、今夜は10時です。ママから借りたドレスを着たらなんだか大人になった気がしてきた。いつもと違う今夜のハモリ良かった、やばい。今夜の私あなたに会ったら気づいてくれるかな。混雑しているパーティー会場を気遅れしちゃう。綺麗な女の子が前を塞いで。キアちゃんじゃ投げてほしいな、話してよ。邪魔してるよね、泣きそう。Join us、 こっちおいで。夢の中へ自分の方から飛び込んでこいよ。来ない道を開けて、君のことをずっとずっと待ってたんだ。腕をつかまれ、引っ張り込まれた愛の時。続きまして、抱きしめちゃいけない、抱きしめちゃいけないの A メロってなんだっけ。でね、歌詞調べる。あ、こっちに置いたらダメだ、こっちだ。川沿いの土手の上を自転車を押しながら沈む夕日惜しむようにゆっくり歩いた。鉄橋が近づいたら僕たちは別の道。なんでもいい、話さないときっと悔いが残るよ。夢を語る君の目が好きだ。いつもの
笑顔を見せてよ、じゃん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 、抱きしめちゃいけないんだ、さよならが言えなくなるかな、僕は無理に冗談言って余計に悲しくなる、抱きしめちゃいけないんだ、君のこと泣かせたくないよ、靴の紐を直すふりして愛しさ我慢してた、リクエストがあれば。青春の宝石は歌わないです。冬のカモメ、冬のカモメ好きなの？フラストレーション、フラストレーション最近ダンス動画見たんだよね。いいよね。メロス、ててててて、て世界のどこか君を待ってる誰かがいるよ。神フレの歌は分かんない、あんまりあれしか分かんない。てててててて、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 てて、君は僕だ、なんだっけ。木漏れ日の密度でもうすぐ夏だよって、風が教える、初めて会った時目も合わせなかった、人見知りと死ぬまでずっと君を誤解してた、日付変更線懐かしい、一番好きでも青がで、なんだっけ、でも覚えてない。てててててて、てプロペラだねみたいな、なんだっけ、てて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 、てて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 、地球の裏側、てててて、て愛の日付変更線、てて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 、じゃんじゃんじゃん、これは許してほしい、もう何年も歌ってないから。夜のフリーウェイだ、俺とく私が大好きなんですよ。恋とはハッキンなんだ、誰も知らない秘めた楽しみ、雨を弾いてるワイパーはほらプロペラだねか、歌以外のところも結構覚えてるものなの。曲による、もうそもそも歌詞を覚えるのがめっちゃ苦手だから、こんな感じです。しばらく歌ってないとこうなる。てってんてってってんてってんてってってん、フラフープとか全然歌えない。ビーチサンダル、ビーチサンダルってなんだっけ、
てて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 、振りは覚えてんだけどね、やっぱこう青がとかそういうなんか自分のチームの公演じゃないやつとかは本当にね、歌わりんとかしか覚えてない。てて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 、てて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 、海沿いのバス停で夕暮れにせかされて、時刻表を見ていた時、てててキスをされたね、てててて唇が胸の奥、思い友達のままでバスに乗ってたら、今年も一緒にあの海に行けた、一人きりサーマーデイ、僕の打ち上げ花火も好きだな。夏祭りの夜に君のことを見かけた、金魚すくいに真剣だったキャッシャな浴衣姿、てて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 、でもこれ歌詞難しいんだよね。打ち上げ花火は悲しいで儚すぎて美しい光も一瞬の過去、打ち上げ花火はてて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 、胸の奥のてててててて、気づかぬふりをしてた、友達だと思っていた、君が遠くに見えたジェラシー。いつじゃないよ、すべて聞いてる、この人。ありがとう、ありがとうございます。パーン、スクショタイムだけど、すっぴん、なんかこのなんかリップの色とかあればいいのに。ん？3月にエゴさんの生誕くじあるといいな。もうみんななんかくじばっかりさって思ってるんじゃないですか、そろそろ。やるならやるでちゃんと考えますけど、みんな飽きてるんじゃない？問いつつやっちゃうんだよね。わかります、気持ちは。とてもえ、今日夢でさ、あの推しメンのなんかライブにどうしても行きたいんだけどチケットが手に入んなかった夢を見て、あツイッターでさツイッターでチケットをあの探していますみたいなツイートをする夢見た。求むなんとかみたいなやってる夢を
見ました。起きたら夢だった。ちょっとリアルだよね。怖いよね。いや、わかんない。もうそこまでね、覚えてなかった。で、なんか夢の中のさシステムだから全然本当のやつと違うんだけど、なんかキャンセル待ちみたいなのがあって、キャンセル待ちをなんかすごい待ってたんだけど、もう全然やっぱ取れないみたいななって、そのツイッターでなんかやってるっていう夢を見ましたね。で、結局どうなったかはちょっとわかんない。夢なんで。きなちゃんの鳴き声に反応して近所の犬が吠え出しました。きなちゃんも今近所の犬の鳴き声に反応して泣いたんだけど、その鳴き声に反応して近所の犬が泣いてる。なんで毎日ブログ書くようになったの？みんなの楽しみが増えるかなと思って。あと楽しいんでやってます。もし現実でチケットのやつに出しってゆうなちゃん来たらたまげます。こらこらこら、ダメだよそれ。最近ご機嫌ですね。え、私が？芸能人パワー使わないです。もう普通にチケット当たりますようにってやってるんで。ねえきなちゃん。まだあと30分ある。友達だと思っていた。なんか誘ってもらったやつとか、なんか勉強で行かせてもらうライブとかは招待していただいたりするんですけど、さきなちゃんのライブに関してはもう全部やってます。僕も勉強するからゆうなちゃんのライブ招待して。じゃああれだよ、アメブロになんか書かないといけないよ、レポみたいな。おすすめの可愛いアイドルいるんですけど。何ですか、教えて。今度さきなちゃんのライブに行ったら隣にゆうなちゃんが座ってるってこともある。あるかもしれないけど、もうそれ目当てでさきなちゃんのライブには行かないでください。ダメ、絶対私が行くとも限らないですし。お、すごい、キャッチしたの今。すごいね。
まあ確か隣にいてもそっとしておいてください。近々さきなちゃんのライブはあるん？あ、3月にさきなちゃんの誕生日だから生誕祭があるんですけど、多分行けないので配信があればいいかな。あったら買う絶対だけど、まあ、なくてももう可愛い写真が見られれば十分ですね。あとグッズが買えれば十分。生誕グッズはねその時しか買えないんで。でもそれこそ去年のさきなちゃんの生誕のグッズの販売日にソロライブが重なったので、ロンちゃんに代わりに待機してもらって買ってもらうという。行かれへんかったライブのグッズって辛くない？逆になんか多分私はコレクションも趣味だから、なんか一個でも欠けてるのがなんかちょっと嫌だなって感じ。逆に買うのは買う。まあでもそんなことやってたらキリがないんで、最近はちゃんとこれはまあいいかなって思うように頑張ってます。アクスタとかは買っちゃうね。並べるのが楽しいね。行くよ。くじ当たらんのに毎回結構使ってもらうから回避方法教えてほしい。なんだろう。むずいな。回避方法かいや、こっちは提供する側だから本当は回避方法とか一緒に考えるべきじゃないんだろうけど、気持ちはとてもわかるよ。あ、ごめん、後ろに投げちゃった。なんだろうね。何にしよっかな。くじ、オンラインくじ、生誕の。やっぱなんかチェキとかは定番じゃん。チェキ、あとビデオメッセージみたいな。あと一個のやりたいのがあるんですよ。 OK が出るか分かんないから言わないけど、まだ。ボイスメッセージならビデオメッセージの方が嬉しくない？
え、インスタントカメラ届いた？まだか、さすがに。え、なんか普通にちゃんと写ってるか気になるから教えてほしい。現像したよって。データより物が欲しいタイプ。いや、なるほどね。物？チェキとか？あ、ハンガーね。あれハンガーいいよね。あの流行ってるよね、顔のハンガーね。投げたよ今。ソロライブの瀬戸利の紙届いた。あ、紙ね。紙なんかサインするだけじゃちょっと物足りないなと思ったから、なんか書いといた、いっぱい。2月下旬に届くんだ。じゃあ、あの、現像したらちゃんと撮れてたか教えてね。私もね、結構撮ったから。7時になったらやめますね。きなちゃんに、きなちゃんのお食事タイムなんで。たた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 た。胸の奥の、お、持ってきたね。キジ行くよ。あれ、投げたよ。あれ、投げた人違うやつ持ってきたの？違うやつだね、それも。カエルといえば、カエルといえばって何？かわいいな、かわいいな。いくよ、いくよ。落ちたよ途中で。痛い、ささくれができた。久しぶりにささくれなんてできた。痛い。
明日はそう、美晴の生誕イベント、生誕イベントって何するんだろう、まだちょっと何するか全然把握してないけど連絡来てないんで楽しみです。もう歌は満足したの、なんかリクエスト来なくなったの。ゆうなさん司会じゃない、まだね来てないです、何するか。あの頃のロッカー、私歌詞わかんない、それこそ調べないと。酸っぱい、まだあと10分、あと10分我慢して。男梅ソフトキャンディーみたいなの食べてる。美味しい。うん。もうちょっと。めっちゃ見てる。一回も歌ったことないからレコーディング以外で。ただリニューアルされていくけど、そう誰にも胸の奥しまっておきたいものがある。お腹すいたの？じゃあご飯？ご飯なの？おいで、じゃあここめっちゃご飯の方向で。じゃあちょっと早いですが、ご飯にするか、ご飯にしよっか、ひやちゃんのご飯にしたいと思います。またね。